ジャンダルム突入。いや本当ね、車の音とかね、工事現場の音が聞こえなかったら最高なんですけどね、そこだけ僕の不満点ですね。それ以外はバッチリ。登山口からね、最初の20分くらいのあの取り付けの上り、そこはね正直きついんですけど、登ってしまえばね、あとはこういうね尾根のちっちゃいアップダウンを繰り返すだけですからね、楽しいばっかりです。左側切れ落ちてるけど、まあ、大丈夫ですよ。走るのは危険かもしれんね。走ったらつまずいたりしてね、危ないですからね、それはやめた方がいい。ちょっとね、長回しでいきますよ。さあ、思ったほどは怖くないのでね、皆さん興味があったらぜひこの有田のジャンダルム、ここにやってきてはどうでしょうか。で、怖ければね、そこでまあ諦めてリターンすればいいわけですからね。ちょっと興味のある方はぜひお越しください。僕はね、ほんとちょうど面白いんじゃないかなというぐらいの尾根歩きですよ。やっぱこう下を見るから怖いのかな。僕はね、こんくらいだったら下を見ても怖くないんだけどな。よっしゃ、何度かね、ちっちゃくアップダウンしますからね。ノンストップで歩けば端から端まで10分ぐらいかな。岩壁ですね。岩壁にやってます。ね、ああいう街が見えるんでね、車の音、 JR の音ね、工事現場の音、それがちょっと雰囲気を崩しますね。でね、この目の前、これがこの馬の背ジャンダルムの中で一番標高が高いポイントみたいですね。192メートルでしたね。さあ、もう少し。さあ、長回しノーカットでいきたいと思います。よかったらお付き合いくださいね。
さあこれをねまたぐっと登っていきます。そうね、今のところこのジャンダルムを歩く上では手はね使ってないですね。二足歩行でねアップダウンできてますよ。まあ怖い方はね無理せず手をついても全然 OK だと思います。はい、ジャンダルムのプレートですね。戻ってきました。さあもう少しね残りあります。やっぱね尾根に立つと風が心地いいですね。でここね昨日ここ 2,3 日前ぐらいからかなりね暖かくなってて、もうね九州里の方ではね20度超えですね。昼間にねワンコのお散歩するのはもう半袖短パンです。そんな感じですよいしょ、本当にあったかいんですよ。よいしょ。こんな感じでちょっとしたねアップダウンがありますのでゆっくりと行きましょう。いやーいいとこだったな、もっと早く来てればよかったな。有田のジャンダルム、まあ本家北アルプスのジャンダルムとはねかなり様相が違いますけどね。まあ、ナイフリッジ、馬乗せですね。でもね、さっきはずっと何度も言ってるようにお手軽にね、歩ける稜線なのでこれね、ほんとちょっと時間が空いた時来るのにはいいんじゃないかなと思います。はい、端っこまで来ました。下山口となってますね。はい、ジャンダルムの端っこまでやってきました。さっきのね分岐交差点からここまでねゆっくりでも8分少々ぐらいで来れる、それぐらいのねまあ短い距離ですね。まあそれでもねこう岩がむき出しになってねなかなかスリルがあって楽しく歩けるいいルートでした。最高でこのね端っこまで来ると、まあ、ここにもちょっとプレートがあるんですけど下山口ですということなので、ここからねまた樹林帯激下りして登山口に戻るという形になります。はい、ということで今日動画はねこれでおしまいかな。はい、そんな感じです。はい、今日はね有田のジャンダルムと呼ばれるこのね岩の尾根ここを歩きに来たわけですけど、いかがだったでしょうか。少しでもね僕と一緒にこのスリルのある岩場歩き、これをね味わっていただけていたら嬉しいなと思います。でこの有田のジャンダルムなんですけど、僕がいろいろね見ている感じだとどうもね2021年去年あたりから急に人気が出てきてね訪れる方も増えている、そんな感じがします。で YouTube とかね山っぷにもたくさん投稿されてるんですけど、皆さんね怖い怖いとおっしゃっています。ただね正直僕の感覚だとそれほど怖くはないなというのが正直なところです。で僕自身ね高いところが得意なわけではなくって結構苦手でね、ジェットコースターもどっちかといえばこうお断りしたいんですけど、そんな僕でも歩けたんでまあね思ったほどではないんじゃないかなと思います。はい、そうは言ってもね、もしつまずいたりしてね、転がり落ちたりするとかなり危険なので、ここね来られる際はそういったところを気をつけてゆっくりね慎重に歩かれるようにしてください。もしね不幸な事故があったりしてもう立ち入り禁止になったらちょっと残念ですからね、そこは注意したいと思います。はい、というわけで今日のね僕の山歩きここら辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。
で、このね、僕の九州の登山を紹介するチャンネル、ここでは今日みたいにね、九州の山、特に日帰りで行ける身近な山ですね、この様子、ここをね、この怖がりおじさんがぐだぐだ喋りながら歩く様子、これをお伝えしていますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。ここら辺にね、チャンネル登録なんていうマークもあると思うんで、ポチッと押したり、高評価ボタン、グッドボタンね、押してもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日はここら辺でおしまいにしたいと思います。今日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に噛みましたが、今日はここまでです。さよなら。いや、本当ね、天気も良くて最高でした。グッド。